心から哀悼の誠を捧げたいと思います。今日までの、細田前議長のご努力に心から敬意を表したいと思います。細田氏は通商産業省勤務や議員秘書を経て、1990年の衆議院議員選挙で初当選。内閣官房長官や自民党の幹事長などを歴任し、最大派閥現在の安倍派の会長も務めました。2021年に衆議院議長に就任しましたが、先月に会見で脳梗塞の症状が出たことを明らかにし、体調不良を理由に議長を辞任すると表明しました。細田氏はいわゆる統一教会をめぐり関連団体の会合に出席したものの、問題はないと主張していました。